1時間時間があったら何もしないことを一番に考えて、何もしないのに一番最高の場所はやっぱり海なので、海に行きたいなと思いました。大体執筆の仕事と、あとはイラストと、その2つがメインなんですけど、オーストラリアに留学してたんですけど、その時に一人で旅をして、まあ、本当に自分には何もないなっていうのを思って泣きながら旅をしてたんですけど、だけどなんか道の途中ですごくなんていうか風景がめちゃくちゃ美しくって、それをこう自分の中で描きたいなっていう気持ちがあったんですよ。この美しいことを描きたい。ニュージーランドを旅してたんですけど、オーストラリアに帰る飛行機の中で目の前の灰色のシートとかもなんかものすごくカラフルに見えたんですよ。でそのパッて窓を見たら、虹がいっぱい出てたんですよ。イルカがたくさん群れでジャンプしてるのとかあるじゃないですか。あれが虹になったって感じで、あーこれはと思って、でなんかそこから本当にそれまでずっと自分が何だったか分からなかったんですけど、あ私はもうこうやって書いて生きていくんだと思ったんですよね。やっぱり余白が大事だなと思っていて、こう何も考えなくてただ自分を開いて、自分に来るものに対して全部すごく受け身で全部受容するっていう時間ってものすごく豊かな時間だし、あとやっぱり創作にとってとても大事な時間なので、1時間時間があったらもう迷うことなく何もしないことを一番に考えて、何もしないのに一番最高の場所はやっぱり海なので、海に行きたいなと思いました。もともと全然海のない田舎の出身だったんですけど、こっちに出てきて仕事がすっごい忙しかった時に、横浜のたまたまなんですけど大桟橋にたどり着いたんですよ。大桟橋ふ頭にびっくりしちゃって、なんだここはと思って、でそこでその時は本当に結構ボロボロに疲れてて、自分のこともあんまり好きじゃなくてっていうしんどい時だったんですけど、その大桟橋に座ってずっと横浜のその港をぼーっと見てたら、なんか全部がこう流れていったような感覚があって、そこに座ってる自分のことをすごくなんていうか愛おしく思えたんですよね。
それまで結構自分を否定したりとかすることがすごく多かったんですけど、その時あ、なんか全部大丈夫だなみたいな気持ちになって、でそれからやっぱ何かあると海に行くっていう感じですね。結構自分の中にある檻というか、この滞ってるものとかを全部こう海がザラーっと持ってってくれるみたいなイメージが私はあって、それでなんか海が好きですね。解放されるというか、結構そうやってぼーっと何もしないでいると、なんかこう言葉が浮かんだりするんですよね。それやっぱ書き留めたくなるので、ノートは必ず持っていくようにしてます。インプットもアウトプットも同じ場所にあるというか、なんかそういうふうにぼーっと景色をただ見てるだけとかの時に、脳が勝手に動いて、いろんな文章が生まれるのかな、まあ、頭の整理には少なくともなるかなって。自分一人で決められることと社会の中でみんなで決めるようなことってあると思うんですけど、スーパーに行った時とかも本当に自分が反応するものを買うとか、そういうなんていうか日常トレーニングというかで、そんなめんどくさくてやってられないよって多分思われると思うんですけど、意外とやってみると、なんか自分のことがわからないって思ってても、あ、こんなに私好き嫌いあるんだなとか、こういうことが自分は好きなんだなって、やっぱ自分のことが分かってくるようになるので、そうなるとなんかいろんなことがスムーズになるなって。自分の意思を大事にするのは本当に大事なことだと思うんですけど、そうできない状況がある中で無理に戦わなくてもいいよとも思うんですよ。本当に問うべきは、なんかもうちょっと違う生き方が自分にはあるんじゃないかなとか、時々立ち止まって考えることで、それをするためには本当に例えば1時間何かあったら、ぼーっと何も考えないでただ自分と座ってみるとか、しんどいなっていう時はそれを優先するとか、一個一個かなって思いますね。だから時間はきっとかかると思います。1時間ってあっという間のようで、景色も変わっていくし、波も変わるし、いろんな人が来たりとか、そういうのを見てるだけで本当になんていうか、同じ1時間でも1時間の中の1分とか1秒とかの中に対空時間っていうか、その中にいる時間がすごく長いっていう気がしました。だからずっとこうエキサイトしてるというか、移り変わる色とか波に光が当たったりとか、あとすごい好きなのがこの沈むちょっと前の時間なんですよね。海がすごく青く見えて、境界線がすごくくっきり見えて、夕日を見るんですけど、振り向くとその時の空が好きだったりします。振り向いた時の空がこんな深い色をしてたりして、